以前ゴキブリの卵3000個を孵化させて観察しましたよね。基本的にゴキブリは1回の産卵で十数個の卵が入ったカプセル卵巣を産みます。この卵巣に卵が敷き詰められているんですよね。生涯で20個ほど産むことができるので、ゴキブリは爆発的に数を増やすことができます。よくゴキブリは1匹いるとその家に100匹以上いるという話がありますが、これだけの繁殖能力があれば本当かもしれませんね。というわけで今回は以前生まれた大量のゴキブリの親戚を用意しました。それがこちらです。とんでもない数のゴキブリです。ゴキブリが重なっていますね。約1000匹います。とんでもない量です。というわけで今回はこちらの大量に増えた餌用ゴキブリをゴキブリの天敵に食べさせます。まずはこちらの動物に与えます。こちらはコモリグモの仲間です。徘徊性のクモで、よく草むらで走り回っていますね。お、捕まえてる捕まえてる。食べてる食べてる。このような小さなクモは噛みついた後、消化液を獲物の体内に流し込みます。そして消化液で溶けた肉を給胃というポンプの役目をする胃によって吸い込みます。消化液で溶かしてから吸引するんですよね。お、ゴキブリが動くので食べづらそうです。それでは次はこちらの生物に与えます。アマガエルです。反応していますね。お、食べました。人慣れしているのですぐに食べます。口から触覚が出ていますね。ほら、それでは次はこちらのサソリに与えましょう。ほら、噛みつぶしていますね。というわけで最後は大きめのカエルに与えます。こちらの
練り湯に混ぜて与えます。ゴキブリを冷却して水を加えました。こちらに練り湯を入れます。ゴキブリ入り練り湯の完成です。というわけで、大量のゴキブリを与える動画でした。ゴキブリが大量にいますね。こちらはトルキスタンゴキブリという種類で、レッドローチとも呼ばれています。よくカエルや虫の餌として使われていますよね。こちらの羽が生えたものがオスで、羽の生えていない黒っぽいのがメスです。お!こちらに死骸がありますね。食べてる食べてる。お腹が空いているのか、共食いをしていますね。というわけでこちらの、餌を与えましょう。ほら。群がってる群がってる。お、こちらのゴキブリ、お尻から謎の物体が出ていますね。糞ではなく赤っぽく丸みを帯びたものがお尻から飛び出ています。こちらは卵巣といって、卵が20個ほど入ったカプセルのようなものです。このように数日間お尻にくっつけて安全な場所に産み落とします。オープン。卵がありますね。というわけで今回はそんなゴキブリの卵が大量に入ったカプセルを大量に用意しました。それがこちらです。うわうわ。大量ですね。ゴキブリの卵巣100個です。卵巣1つに20個の卵が入っていると考えると、これだけでゴキブリの卵2000個です。まるで小豆のような見た目ですね。お!よく見てみると生まれていますね。小さなゴキブリの幼体が走り回っています。それでは一粒一粒がどうなっているのか並べて確認しましょう。